サンタクルス・デ・ラ・シエラは、ボリビア東部、サンタクルス県の中心都市。一般には単に、サンタクルスと呼称、表記されることが多い。ボリビア第二の都市とされる。アマゾン盆地南部の熱帯地方に位置し、海抜400メートル程度の高原にあり、年中温暖で年間の平均気温は、摂氏28度程度ある。ただし、スラソと呼ばれるハエが吹いて気温が急に寒くなり、 半袖シャツでは辛くなることがしばしばある。近年人口が急激に増加しており、面積が狭くすでに人口が飽和状態にあるラパスよりもはるかに多い人口を持つ都市に発展してきている。ただし、ラパス市は隣のエルアルト市と事実上を一体化して発展しており、ラパス市とエルアルト市を合わせた首都圏人口はサンタクルス市の人口を上回るため、サンタクルスは 一般的にはボリビア第二の都市と言われる。また、街が、環状に広がる形状から、指輪の都市などと呼ばれることもある。アンデス山脈中の高地に位置する、ボリビア第一の都市ラパスとは、気候、種族ともに大きく異なる。サンタクルス市民は、人々は、陽気で、開放的な性格であると言われ、また、ラパス市民に対抗意識を持っているようである。 日本人から見ると、東京と大阪の関係に似ていると感じられる。サンタクルス地方の人たちは自分たちを誇りを持って、カンバと呼び、ラパス近郊のアルティプラーノの人たちを、下げ済みの意味を持ってコリアと呼ぶ。この地に最初に足を踏み入れたヨーロッパ人は、近年作成された行政区域であるアルゼンチン、ウルグアイ、パラグアイ、チリ、 ボリビアの領土を含むヌエバアンダルシアから来たスペイン人コンキスタドールであった。総司令官ドミンゴ・マルティネス・デイラーラが1549年にこの地域を探検した最初のスペイン人であるがアルフレード・ヌニエス・デ・バカと共に1541年にアスンシオンに到着したニュフロ・デ・チャベスが1558年にこの地域への 植民を目的とした探検隊を率いてやってきた。アスンシオンから探検隊が来ているのを知り、チャベスは素早くリマに移り、福王の説得に成功して新しい州を創設し、1560年2月15日に統治者としての称号を授けられた。リマからの帰路、1561年2月26日、チャベスはサンタクルスデラシエラを 現在の場所より220キロ東の場所に、新しい州のモクソス州及び、チャベス州の首都として機能させるために創設した。居住区はチャベスがアメリカへの探検に来る前に育った、エストレマドゥーラの故郷にちなんで名付けられた。町の創設後ほどなくして、土着の種族からの攻撃が状態化し、1568年、チャベスは原住民のイタチネ族に殺害された。 チャベスの死後、地内の権力闘争や県住民との衝突により、ペルー当局は、新しい統治者のロレンソ・スアレス・デ・フィゲロワに町を西に移転させるように命じた。しかし、多くの居住者は残ることを選択し、元の場所で生活し続けた。1590年9月13日、町は公式にグアパイ・エンペーロ側の堆積地に移動し、サン・ロレンソ・デ・ラ・フロン・テーラーに改名された。 にもかかわらず、新しい場所が、より生活する場所として厳しい条件であると判明し、五百九十五年五月二十一日に、居住者たちは再び移動を余儀なくされた。この移動が、最終的な移動であったにもかかわらず、サンドレンソの地名は、サンタクルス・デラシエラに残った住民が、植民地政府によりサンドレンソに移動するように、説得されて移ってきた1 6 0年代初頭まで、 使われ続けたその移動の後、1622年に町は最終的に統合され、60年以上前にヌフロでチャベスによって与えられ、最初に使用されていたサンタクルス・デラシエラの名前が採用された。元の居住地の移行は、サンホセでチキートスの南部の考古学的な場所であるサンタクルス・ラビエイハとなり、訪れることができる。サンタクルスの空港は、 ビルビル国際空港。ラパスなどの国内主要都市を結ぶ路線のほか、ブラジルパラグアイウルグアイなどの周辺国主要都市や、米国のマイアミと結ぶ路線がある。ありがとうございます。